はい。はい。じゃあ、始めるよ。え誰だいもん。はい。これは、レオン君。はい。んこれは、ササ。ん。ああ、ね、言ってるわ、言ってるわ。ね、あれ言うよね、ササ。やる気あんのかねえのかわかんねえ。マジで、ほんとに。あれだね、喋るのがいい。なんかさ、喋るスイッチが入んないと喋りたくなくなるんだよね。言ってる。普段、あ、めんどくせえなって思うの。通話に入ってる時でもめんどくせえなって思う時あるからさ。てか、いつもだよ、確かに。確かにあれだよね。変わるよね。結構さ、あれだよ。喋ってる時と喋ってない時、すごいあるよ、ね。めんどくせえなって思う時はほとんどだもん。向いてないや、YouTube。やめろ。もう YouTube 引退したら。やめろ、じゃあ。脱退ですか。脱退ですか。マジですか。喋りのテンションの差が激しすぎて脱退する。マジで精神病。聞き違い。まあ、マジ口悪い。なんですけど、でもなんか疲れたわ。ちょっと厳選やめよう。なんでそこでやめちゃう。うるせえ。いやもうでもなんとなくは分かってる。トニー。ウンキンのメインステは何ですか？あー、僕、ウンキンっていうキャラクターの、持ってるけど、使ってないから分かんない。いや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 。でも自分、フータを使ってないけど、分かるよ。サブアカで持ってんじゃん。へぇー。何この人、怖っ。へぇー。あ、イモリ。トカゲだった。ああマジで本当に。え、なんで僕こうなっちゃったんだろう。なんでこんななんか変なさ、変なのになっちゃったんだろう。引っ越してきてから。変だな。助けてほしいよ、マジで。タイムカプセル。何言ってんの。え、タイムカプセル使うと正常になるの。お願い、タイムカプセル入って10年後に開ければちょっと。やばいだろ、発酵つかしてるでしょ、最悪じゃん。そこに発酵つかせたロネ君が。当たり前だ。タイムカプセルじゃなくて、有名なの、それ。確かに。言い方変えてるだけで、ただの生き埋めじゃん。人間タイムカプセル。人間タイムカプセル。マジでもう恋愛したくない。これがいいよ。したくないけどしたいんだって。てかさ、この前さ、動画でさ、出したらさ、あの、視聴者から DM が来てさ、私の周り可愛い女の子多いんで、紹介しますって来たんだけど。マジで。申し訳なくなったの。マジで、紹介してほしいよ。マジで、死んだ方がいいんじゃない何これ。あったらネットも関係なくない。ああ、まあ、それはそうだけど、家近くないとやだ。ああ、わがまま。わがままって言う、そうじゃない？だってさ、会えないんだよ、定期的に。会えない状態が続いて、好きじゃなくなるなら、その程度じゃない。本当の愛は。まあ、でも、本当の愛はとか、なんか、後ろで静かに言ってる人いるから。本当の愛は。アイフルの CM じゃん。